こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田裕美です。このブログもね、はい、YouTube 使うようになってから、はい、順調にアップできてね。はい、うん、まあ本当ストレスも減ったね。そうだよね。今まで何回も今なら入るかどうかってやってたんでしょ、きっと。そうそうそう。かけながら。大変なんだよ。キャロログさんの時は。うん、ね。よく頑張りました。そう。ね、あとは、はい、今日やった今日やったってね、言うけどさ。そうね、大変なんだよ。そうね、な、はい、役割分担だから仕方ない ね、 いいね、うん、ねえ、はい、まあいいよ、いい、かけてさえよ私は。そうな、で、うん、あと私は今自分楽天でブログをやっていて、うん、ブログにこう貼り付けてるんですよ、うん、でも要はケロログさんだったらケロログのところに行くと、うん、ダーッと出てきたんだよね、今までね。あ、今までのね、うんうん、YouTube 違うんだよね、これね。 YouTube はね、そう、うん、その時の、うん、もしか出てこないんで、ね、出てくるね、うん、ただね、顔のところね、写真プロフィールの、うん、プロフィールとか、あなたの顔写真がこうアイコンになって四角、うん、真四角で貼り付いてるんだけど、あそこをクリックすればずらっとね、古いのも出てくる、ね、過去のものも出てくるから。そうだよね、うん、それで消えますんで。そうですね、ぜひぜひ、お暇の時にまとめて聞いていただいても構いませんし、毎日一個ずつ聞いていただいても構いませんし、ね、まあよろしければね、はい、ぜひお付き合いいただければ嬉しいです、うん、ね、そうね。それでさ、まあ気の世界、うん、ね、もう長年やってるけど、うん、まあ考えれば不思議な世界でね、うんうん、例えばさ、あなたよくやってるのが遠隔ってやってるでしょ、うん、頼まれるとね、ね、うん、例えば九州であろうとさ、うん、まあこれが海外であろうと、そう、ね、うん、離れたってエネルギー送れるわけだよ。そうなあ、うん、面白いねこれね。そうだね、うん、考えてみたらさ、うん、ね、ちょっとおかしいんじゃないのって思うよな。でもね、遠隔やってるヒーラーさんって結構いっぱいいるんだよ。いる、いっぱいいる、いっぱいいっぱいいるよ、うんうん、だって体一つしかないわけだからさ、うん、全国中飛び回るわけにいかないわけでしょ、うん、でお客さんもそんなしょっちゅうしょっちゅう来れないし、うん、どうしても持ってた時はどうしてもそうなるよね。そうね、で面白いね、うん、俺もその20年前にね、うん、初めて気に出会って、で自分もできるようになるわけだからね、それで、うんうん、できるようになっちゃったと、うん、その時にね、いろいろ試したよ、うん、その遠隔もね、うん、誰かに電話してさ、やってみた？な、今から気を送るからっつったらさ、うん、やっぱ反応するんだよね。うん。うん。まあなんだろうね、あれはね。いやだから気が、要は根源というかさ、うん、全てだと思うわけだよね。うん、で要は目に見えてないだけで、今この周りにもいっぱい気があるわけだよね。うん、だそれが瞬時に伝わるだけなんじゃないの？まあそうなんだけどさ。うん。うん、だけどその例えばね、うん、なんて言うんだろう。普通に考えたら不思議じゃん。もう要するにおかしいでしょ、うんうん、要するにそんなことを当たり前にやってる人たちっておかしい人たちなんだよ、普通は。一般的には。そうかな、うん、一般的にはよ。単純だったのかな、自分がほらむち打ちが治ったじゃん、うん、治ったからもう信じるしかなかったんだよ、ね、うん、じゃあこれもね本当に笑い話なんだけど、一番最初に私が治った時の気っていうのはビデオから気を流したんだよ。そうだよな、実は中川先生、皆さんもね、うん、私が一発で治ったっていうと先代の会長から直接ね気を、うん、要はそばで送ってもらって治ったというふうに皆さん思われるようなんだけど、うん、これもまあ言うとなんか本当にあれなんだけどビデオ機構なんですよ。そうだよな、うん、あれも画期的だったね。いやだから、うん、そういった意味では私はその前の気の世界っていうのは分かんないけど、うん、まあ、かいつまんで聞いたところによると長い長い修行を中国とかね、うん、選ばれた人がやって、うん、でその中でも、まあ、もちろん皆さん聞いてものは信じてやってるんだけども、うん、こういうふうに治療できる人のほんの一握りの人であって、うん、そうだよね、うん、でその人たちも治療できる人数っていうのはごくごく少人数っていうか、うん、いっぺんに治療できる人数っていうのは限られていてっていうの話はちらっと聞いたことがあるのね、うん、そうだよな、うん、いやだからそのこの BGM に流れてるね、うん、音気っていう、うん、これもさ、うん、やっぱ気が出る音楽だなわけでしょ。そう、ね、それからいろんなグッズがあってそういうとこから気が出る、まあ肺元気っていうさ、うん、機械、うん、機械から気が出るとかさ、うん、まあ、うん、そういう世界にさ、うん、もう30年、うん、関わってきてるわけよ、うん、なんでそれは今の遠隔にしたって、じゃあ例えばさ、うん、まあ、ブラジルのワールドカップでさ、うん、ね、誰か捻挫しましたと、うん、ね、うん、で電話かかってきましたと、うん、今からちょっと治療してくれって、うん、ね、で飛んでくわけにいかない、うん、ね、飛行機で、うん、だから今から気を送って治療することが可能なわけよ。可能です。なそういうことができるわけよな。できます。でそれは
当たり前っていうかさ、そんな、なんていうの、我々にとってはありの世界さ、うん、なあ、だけどもさ、うん、一般的にはありじゃないよなこれはなと思って。それはね私も思う、うん、例えばよ、私がさ代々貴公子の家庭に生まれてきてさ、うん、生まれた時から目の、ま、周りにそういうのがあって、うん、そういうことをちっちゃい頃からやってたんだったら、うん、多分それ当たり前だと思うんだけど、うん、私は正直むち打ちになる29歳まで、うん、全くそういう世界とは縁もゆかりもなかったんだ、うん、ではっきり言って一番最初にその 気で万病が治るみたいな、うん、チラシをもらった時には、まあ、なんでうさんくさいと思ったことか、うん、でも親が言うからよしって言ったわけですよ。そうだよな。でそんなさ肺炎気も見たよ私、うん、入った会場に行った時に、うん、そんなバカなと思ったし帰りたかったし、だけどここまで来たんだからと思って、まあ、一応その日は受けて帰ろうと思ったけどね、うん、なんか2日間のプログラムだったのかな、うん、もう絶対明日は来るもんかと思ったよね、うん、はっきり言うよ、それを言う、そうだね、うん、そりゃそうだね、もう今日は来てしまったから帰れないから、うん、仕方がない今日はいるけど絶対明日なんか来るもんかと、うん、それを思ったわけですよ、うんうん、ところがビデオから気を流した時に自分が本当に首がぐる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 回って、 だって治ったの事実なんだもん。そうだよね、そうそう、だからそういうとこから見るんだけど、うん、だからそういうことからもう二十数年経つわけでしょ、うん、なでそうなるとさやっぱり物の見方変わってくるよ、ね、例えばね、変わったよ人生が。例えばそのあの今ほら小屋くんたちのね、うん、筆談にしてもさ、うんね、要するにあれは柴田先生のあの通訳にしてもさ、うん、基本のあのね、筆談による通訳にしてもさ、うん、まああのね仕組みはわからないよ、うん、でもさそういうことがあっても別にいいんじゃないのという見方ができるわけよ、うん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 、ね、うん、でもいろいろあの、ね、見てもらったり話をするとさ、うん、やっぱりそれでは納得できない人っていっぱいいるわけじゃん。そうだろう、ね、まあその方が多いわけよ、はっきり言ってな。そうだろうね、だって身近にそういう人がいないもんね、うん、そう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 、治った経験とかそういうことでお話をした経験もないし、うん、そうね、だから確かにさ、とか思うことは最初は思うけど、でもこれはこういうこともあってもいいよなっていう、いろんなことに関してそういうものの見方ができるようになってきてね、うん、例えば、UFO だっていたっていいよなって、うん、ね、お化けだっていてもいい、死後の世界あってもいい、輪の転生もあってもいいというふうなものの見方ができる、うんうん、これは多分そのあの科学的ではないのかもしれないけれど、うん、だけどこういうものの見方ってね、うん、なんていうかこうなんていうのかな、自分には心地いいよね、うん、すごく心地いいし、うんうん、まあ、そういう、こう人間関係そういう仲間でこう話するとすごく居心地がいいよね、うんうん、かな、そう、うんうん、だからそのものの見方がさ、うん、なんて言うんだろうな、あの幅が広がってくるっていうの、うんうん、あの楽しみが出てくるじゃん、うんうんうん、例えば死後の世界あるかないか、こんなもん誰も分かんないんだから、うん、科学的にじゃあ証明なんか本当できるのかどうかっていうことさ、うん、なんかね、死にかかってったら言葉変だけども、要は何かあって三途の川を渡ろうと思った時に来るなって言われて戻ってきたとか、うん、そうそうそう、そういう人の話を信じるかどうかなんて、ね、うん、だからそうなんだから、 うん、そういうもんでさ、だからさ人間なんてさ、うん、人間というものはね、うん、科学じゃわからない、うん、ね、だから科学じゃわからない人間を科学で捉えようとすると、うん、無理があるんじゃないかなと思うわけ。だから遠隔にしたって、うん、科学じゃ、まあ、例えばね、こう遠く離れたところで、気候子が気を送ると脳波が同調するとかそういう研究はあるんだよね、うん、そう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 、まあ、これもでも現象でしかないじゃん、それ。そうだよね、ね、だからそれ本当に科学的に解明されてるのかどうかっていうと、これはまた疑問がつくわけでしょ、うん、偶然、ね、同じようなあれになったっていう、うん、偶然だって言われてしまえば、うん、そうそう、だからさ、ね、非常にその辺がね難しくて、そこにとらわれてるとね次進んでいかないよ。だから私はやっぱり事実を大事にしてるんだよね。だから自分はだって治ったわけだから、うん、仕方ないんだよ。そうだから、でもその疑う気持ちも分かるし、うん、そんなバカなと思った私もいるわけ、うん、29の時にそんなバカなと思った自分が変わってしまったのもあるから、だからこそやっぱり人のことが分かるのかなと思うんだよね、皆さんが戸惑う気持ちも。そうだよな、うん、だからさ、まあ、昔ね、うん、もう亡くなったけど、あの関先生って言ったよね、はい、関陽先生、うん、ね、俺あの先生の話聞いてて、まあ、面白いけど、なんでこんなねすごいいろんな勲章までもあったんだよ。あ、そうだったっけ。そういう偉いもう電子工学の大先生や、うん、その人がさ、うん、もうなんであれ怪しい世界をさ、うん、真面目に一生懸命研究し語ってるわけよな、うんうん、俺さ
なんか、なんていうの、せっかくのね、うん、自分が気づいたものをさ、うん、ね、なんか逆にこう壊してるみたいなさ、その先生自身ね、うん、なんかそんな感じもしたしね、うん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 、でやっぱりなかなかね理解もできなかったよ最初。難しいことをおっしゃるからね。だけどね、うん、今考えるとね、あの先生すごいこと言ってたなと思ってね。あの時に私たちに分かるレベルじゃなかったんでね、うん、そう今ね、うん、またちょっと本を読み直したりしてんだけどね、うん、あのね、あの人が言ってた科学がこれから、うん、本当いわゆる高次元科学って彼は言ってたけどさ、ね、これからいろいろとね、まあ、遠隔もそうです、遠隔のことも彼は、彼の言葉で、うん、言ってたしね、うんうん、まあ、そういうことがねとっても大事になってくるなって、そんな気がするよね、うん、基本やっぱり次元変換なんだよね、うん、次元が変わった、うん、だからそれを説明できないからさ今、うん、そうだからそうなんだよ、うん、だからねやっぱね、あんまり頭固いと良くない、ね、柔らかくさ、うん、あ、これもあるなって、こういうこともあるかもしれない、うん、もしあったらどうするんだって、うん、ね、うん、あったらこうだとかさ、うん、そういうありえないっていうんじゃなくて、そっちの方がいいかなって思うね。でも私はやっぱり自分は頭が固かったんですよ29まで、うんうん、だから事実を見、こういう事実を突きつけられて体験させられた、そうだ、ね、柔らかくなるために、まあ、それはあるだろうな、はい、うん、そういうことでどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。